皆さんこんにちは。急行バスや8号線を収録し、この日3本目の収録である。ここは県庁前のバス停に来ています。ここから最近バスの実証実験が行われているぬくしなの方に行ってみたいと思います。果たしてどれくらいお客さんがいるのか、そして乗り換えは便利なのか、本日はいろいろ見ていきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いします。やってきたのは広島200か1070日のブルーリボンです。ここから2号線の終点ぬくしな4丁目まで行きます。バスは帝国で県庁を発車しました。県庁を発車後すぐに左に曲がり、市内中心部へと向かいます。ここで今回の実証実験のご紹介をします。最近バスの運転士不足が続いており、バスの路線をいろいろ見直してるそうです。その中で今回行くのはぬくしな地区で、広電バスと広島バスが重複しており、広電バスは2号線県庁からぬくしな4丁目間を結んでいます。広島バスは29号線広島バスセンターから広電バスの2号線とほぼ同じルートを通り、ぬくしな4丁目からさらに北へ浅北区にある小田原車庫まで向かう路線です。なので市内からぬくしな4丁目まで羽広電バスの2号線で行き、かぬくしな小田原車庫方面へ向かうときはぬくしな4丁目で乗り換えて、ぬくしな4丁目から出る広島バスに乗るように、撮影時現在実証実験が行われています。今回のぬくしな乗り換えでお金が余分にかかるのではと思われた方もいるかもしれませんが、ご安心ください。実は広島バスから広電バスへの乗り換えするだけに限り直通運賃を適用するそうです。なおこれはパスピーだけが適用され、現金やイコカスイカなどのパスピー以外の IC カードでは適用外だそうです。バスは広島駅に到着しました。やはりここから多くのお客さんが乗ってきました。この車内にいる乗客はどこまで行くのでしょうか。ぬくしな4丁目から一つ手前のバス停周辺電車を発車しました。お客さんは自分含めて3人でした。平日のお昼なのであまり需要がないかもしれません。ここから終点ぬくしな4丁目で降りて、広島バスの29号線に乗り換えていきます。ぬくしな4丁目バス停に到着です。そして小田原車庫からやってきました。バスが到着しました。広電バスの車庫に広島バスの車両が止まっているのはとても違和感がありますね。小田原車庫方面からやってきた乗客たちはぬくしな4丁目で降りた後、広電バスの2号線県庁駅に乗り換えます。乗り換えの時間は約6分となってて、広島バス側が遅れても大丈夫なように設定されていました。乗客はまあまあいました。今やってきた広島200か27で市内方面に発車しました。そして市内から下ぬくしな方面の小田原車庫駅に乗車していきます。
乗り換え時間は13分でした。市内方面からは遅れが発生しやすいからか、乗り換え時間が長く設定されていました。ムクシナ乗り換えで小田原車庫行き、広島200か2480の SZL 側に乗っていきます。というわけで下ムクシナ停留所で降りました。今回実証実験が行われているムクシナ4丁目フィーダーと呼ばれるものを体験しましたが、運転手不足が進む中ではとても良いものだと思いました。12月28日まで毎日行い、その後はどうなるかはわかりませんが、今後に期待です。このチャンネルは主に広島の交通について投稿していきます。皆さんが、へえ、そうなんじゃ、と思えるような動画を投稿していきます。よろしければ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。